目標ビーコン420点の敷設完了を確認。識別 ID との整合性チェックおよびリンク完了。暫定目標地点を A1 に設定します。バンカー水平固定、砲力遮蔽濃度クリア。対地爆撃用大陸弾道超長距離ミサイルバジュランダ発射準備完了。ソル、聞こえるか？おう。バジュランダは水平射出を可能とした砲力と化学の水を結集した弾道ミサイルだ。初速で秒速 0.2km、 巡航速度到達時は秒速 5.2km を超える。今回の目標まではおよそ 9200km 地を発射からおよそ22分間で目標に到達する見込みだ。ミサイルとしては速い方ではないが、段階的に加速しながら目標へ向かって直線的に飛ぶ。そこからの上層でどの程度速度差を埋められるかは分からんが、言うまでもなく人間技ではない。それから信管がキャンセルされてるとはいえ、着弾時の衝撃は尋常ではないはずだ。ごたくはいいからさっさと始めろ。忠告ぐらい聞いておけ。我々は貴様の超人的な身体に期待することしかできないのだからな。頼むぞ。助走始め。バジュランダ発射。各国の部隊が続々と集まってきたな。ああ、我が国とアメリカ、それに中華連邦の部隊がすでに到着し展開完了している。こいつはすごいことになるぞ。二度と拝むことはできない壮観な光景になるだろう。うん。ドクター、間に合いそうか？一致団結して何時に立ち向かう結束力こそ人間が持つ最大の武器だ。皆持てる力を出し切って頑張ってくれている。大丈夫さ。どうやら次の中継ポイントで待ち伏せをしているようね。この短時間でここまでの対策を実行する手法、ドクター・パラドンか。警戒すべき戦闘能力は皆無という情報だけで判断したのは誤りだった。だがいずれにせよ我々には絶対防壁フェレオンがある。奴らの攻撃ではユリカゴに傷一つつけることはできない。勝負だ、パラダイ。こいつは想像以上だ。圧巻だな。皆よく頑張ってくれた。あとは失敗がないことを祈るだけだな。案ずるな。確かにゆりかごの再出現範囲を厳密に指定することはできん。しかしこうやって想定されるエリア全域にビーコンを敷き詰めておき、ゆりかごが現れたらそこに一番近いビーコンに目標を再設定すればよい。フレデリックの着弾位置を正確に指定することができる。それでソルはすでに向かっているとは聞いているが、間に合うのか？心配が絶えんとこだ。君はそんな大きなガタイで意外と肝が小さいな。悪かったな。それより今一度兵士たちに指示を徹底してくれ。
くれぐれも私の合図があるまでは決して撃つなって。ああ、何大船に乗ったつもりでいたまえ。作戦は完璧だ。何事だ。撤収です。何者かがビーコンを破壊しています。何だと。一体誰だ。あの姿、カイの報告にあった敵か。 A1 から7までのビーコンが破壊されました。うわ、どうした。暫定目標のビーコンが消失しました。次々と減っていきます。なんだと。トラブルだ。ドクター、ビーコンの信号が消失している。何が起こった。ベッドマンという謎の敵にビーコンが破壊されている。すでに多くの数を失ってしまった。ベッドマンだと。このままでは全てを失う可能性がある。マジュランダの誘導手段は他にないか。あるにはあるが、いずれもすぐには再設定できない。それよりもだ。マジュランダは設定目標を失うと大気圏外へと進路を変えるセーフティーが働くのだ。なんだと。とりあえず残存するビーコンを目標として再設定してみよう。目標変更、 S の2に設定。初めての二日酔いより立ちが悪いぞ。